鳴らせ、時代のゴングだ。60分の一本勝負、今がっちりと握手。さあ今鳴らされました。動き回る運動量豊富な菊池剛、それをしっかりと見つめております藤正信であります。今トップロープを掴んでいる、ロープの張り具合、そして筋肉の張り具合を確かめました。藤、組み合った、突き放しました。どこからでも来いという藤の余裕でありましょうか。藤を中心に円を描きます。再び組み合いました。菊池剛、トップロープを背にした菊池チャレンジャー、現在28歳。エルボーだ、エルボーだ、打ち込んでいく、フィステップを打ち込む。さあロープに打った、菊池先制攻撃、ゼロ戦キック、顔面ヒット、フチダウン、フチダウン、バックリバター、ジャーマンスープレックス、ゴーイン、カウントアズ、カウントアズ、早くも大技を炸裂させてまいりました。さあ菊池が登る、見ているぞ、あの男が見ている、そうダイナマイトキットが見ている、シュート、ミサイルキック、命中。さあキッドがいる、本部席前だ、キッドがいる、本部席前、エプロンサイド、さあ何を取り出す、ミサイルキック、エプロンサイドから飛び蹴りを見回しました、チャレンジャー菊池。この日本武道館に時代なる朝日は昇るんでありましょうか。この菊池剛すぐさまリングに戻りました。新シリーズ、新春ジャイアントシリーズで行われましたブレインバスター挑戦者決定リーグ戦、この菊池、小川、そしてスリンガー、ボビー・フルトン、トミー・ロジャースの5人によって争われました。この挑戦者決定リーグ戦の制し、名乗りを上げました。カバーした、カウントは1つです。全勝同士で迎えました新春ジャイアントシリーズの最終戦、後楽園ホール、小川芳成対この菊池の一戦、その小川を制してこの武道館に駒を進めております菊池。試合後小川は言ってみた、今ならこの男富士山よりも強いと評価されたこの菊池が2度目のエアリアル殺法、ダイビングヘッドバット、一瞬キッドがうなずいた。さあ体を裏返してすぐさまカバーだ、カウントアップ、まだまだやりますこの男、憎たらしいような表情で天を見上げました菊池。さあ場内がどよめいてきた、今ちょっと肘を確認いたしました、日の丸タイツの爆弾小僧菊池剛、オスポフ選手が鼻から流血、鼻血であります、鼻からファイヤーしてきた。さあこれがチャンスだ、エルボー、さあ1回転してもう1回ニールキック、ゼロ戦キック、開幕戦ではこのまま場外転落いたしました。勢い余るばかりの菊池剛とゼロ戦キックでやります。さあバックに回れ、相手は鼻血を出しているぞ、これまで、さあバックに回った、ドブルダウン、これまで選手権試合で口はほとんど血を流したことがありませんでした。この口が序盤戦いきなり鼻血を出しております。これは一体何を意味するのか、しかしこちら場外の菊池剛悶絶しております。リングの中、藤正信今後頭部を押さえております。リングの中の口、そしてこちらは場外の菊池、今フチがリングの中のフチが鼻血を確認いたしました。自分の棚心についた血を見て眉間にシワを寄せました。さあこれはかなり何よりも精神的なダメージが大きいことでありましょう。第10代現チャンピオンのフチマソナム、さあ蹴った、腕をツイストした、ハンマーした、もう1回2度目のハンマー、グランドに持ち込んだ、リストドロップです。さあ執念のグーパンチを持ち込んだフチマソナム、さあ早くもこの序盤戦から赤鬼への移行であります。この試合終了、爆発度数はいくつになるのか、そして赤鬼度数はいくつになるのか。さあ今一度棚心を確認いたしました。口の右手には真っ赤な血がついております。切った、蹴った、そしてフィッシャーマンスープレックス、カウントは2、さあバックに回った、バックに回った、2度目のジャーマンスープレックスホールド、チャレンジャーの菊池剛、初挑戦
戦は2年7ヶ月前、平成元年の7月12日、所後楽園ホールでありました。走った、顔面蹴りだ、顔面蹴り、足元ふらつく、エルボーだ。見たびジャーマンか、見たびジャーマンか、バックを取り返した。今度は縁がジャーマンか、丸め込んだ、丸め込んだ、あー、そのまま上が縁、逆になった、上が木口だ。カウントはツー、円錐切り、5分怪我、本の首にキックを放ちました縁。さあ試合時間5分を経過して、これはもう一方的な挑戦者ペースと申し訳でいいでしょう。かわされた、かわされた。さすがテクニシャン藤正信であります。しかし随分と呼吸が乱れている。顔面キック、足元ふらつく。さあこれまで3年4ヶ月という長期政権を築いておりました藤でありますが、どうやらこの試合いつになるかピンチであります。菊池ダウン、菊池ダウン。さあそしてこの菊池の今宵5度目の挑戦、5度目の正直はなるんでしょうか。2度目の挑戦が平成3年の1月、3度目の挑戦が同じく平成3年の4月、4度目の挑戦が同じく平成3年の9月、敗れ続けました。そして1年半ぶり5度目の挑戦、今宵日本武道館であります。さあ序盤戦飛ばしまくったチャレンジャーの菊池でありますが、先ほどのゼロ戦キックの、あー、岩石落としです。インコンプリートから徐々に王者フェースになってまいりましたが、あと口が競争変わってきた、危ない、岩石落とし、口が休まない、口が休まない、口が休まない、3度目岩石落とし、13回連続岩石落としを見せようというのか。さあ今日初めての日本武道館重点音ストッピング攻撃だ。お客さんも上り詰めてきたぞ。時代が分水嶺、小村たち日本武道館、割れんばかりの菊池コール、赤鬼が初めて見せる顔面流血、円錐切り今日2発目。さあやや菊池の動きが制せられてまいりましたが、さあこれが4回目だ。デンジャラスピーポーとなってきた。そしてこちらは燃えるピーポー、菊池剛、歯を食いしばる、そして腕を握れ、肘だ、膝だ、あ、バックになった、あ、あ、5回目だ。この男本当に13回やるぞ。さあ菊池よろめく、菊池よろめく。さあ菊池が立っている、菊池が立っている、エルボーパンチだ。やがて殺意に変わる時があるのか、チャンピオン口、この表情をご覧ください。吉井剛、さあセカンドロープにもたれかかっております。吉井剛、この4度目のチャレンジから1年半というブランクの間に、この吉井は小橋を含んで平成4年5月25日地元仙台にてアジアタックのベルトを奪取しております。カウントはツー、カウントはツー。平成3年に3回チャレンジするチャンスを与えてもらい、そしていずれも負けたんだから、この1年半というブランクはやむを得ないことでしょうと試合前語っておりました菊池。それだけに挑戦者決定リーグ戦を勝ち進み、ようやくこの日本武道館に駒を捨てた菊池、もう負けたら後がないという思いひとしおであります。さあ徐々にチャンピオンペースになってまいりました。エルボーです、返していく、返していく、顔面蹴った、顔面蹴りだ縁、しかしこの蹴った縁も、あ、いや、ドロップキック、顔面蹴り、右足は顔面を捉えております。しかしキックを放った縁が右肘を痛めたか、右足首を痛めたか、右足首を痛めたようです。チャンピオン藤正信、足をフックした、足をフックした、ロングブレイクであります。叫びながら今日は円錐切りを幾度となく放っていく。また岩石落とした、
どこまで落とし続けるんだこの岩石落とし。さあひざまずき、菊池を睨み、そして谷底から這い上がるライオンを見つめるような険しい表情、プチマソロブ、ロープブレイクです。このリングを小宇宙と見た場合、黒いロングタイツがブラックホールド、プチマソロブ岩石落とし。何者も吸い込んでしまうというとてつもない無尽蔵の力を持つブラックホール、プチマソロブ。10分経過。さあ今10分も経過しました。そしてそこに真っ赤な太陽、菊池剛が一筋の光明を見出そうとしている、そんな情景だ。ガーン石落とし。もう何の目か分かりません。さあブラックホール対その暁、それを見つめる1万6000の星々がどよめいております。瞬く1万6000超満員の日本武道館の星が輝いてきた。その輝きは太陽からの光だ。岩石落とし、目をつぶり大の字だ。危ない、カウント3、カウント3。11分3秒、桜散る、桜散る、チャレンジャー菊池剛。